おはようございます。本日もですね、ここ、ラオスはですね、ルアンパパンから、元気にお届けしております。本日はですね、バイクを借りまして、クアンシーのね滝の方へ、行きたいと思います。さて、ここからですね、バイクで1時間ぐらいだと思いますけども、まずはね、バイクを借りましょう。まあとにかく今はガソリンが本当にないんで、まあ僕らもですね、この、ルアンパパンに来る間、車乗ってきましたけども、閉まってるところと開いてるところと、ありましたけども、開いてるところもですね、もう長蛇の列で、待ってるような状況で、いつ入れられるかっていう状況でした。はい。ですので、今回はちょっとバイクを借りての旅は、やめたいと思います。はい。以上でございます。こちらがですね、ワット・シェントーンですね、ラオスのね、ルアンパパンで有名な、寺院になります。で、ランサン王朝のね、ものということで、かなりね、歴史が古いものになっております。で、まあ、こちらのね、ラオスの、世界遺産の一つでも、構成要素の一つでもありますね。はい、じゃあ、これからね、いろいろ回ってみたいと思います。今ですね、ワット・シェントーン寺院をですね、出まして、こちら旧市街の方をね、今歩いております。旧市街のですね、先に寺院はありますね。はい。まあ、中心地からですね、まあ、どこに宿泊するかにもよりますけども、中心地からおよそまあ、20分ぐらいで、歩いて着くと思いますね。まあ、ちょうどいいお散歩コースだと思います。ただまあ昼間暑いですね。やっぱね、タイと一緒で。これからちょっとね、おしゃれなカフェで休憩したいと思います。それでですね、まあルアンパパンはですね、先ほどの有名なね、シェントン寺院以外もですね、結構有名な寺院がたくさんあちこちに、古いお寺があるようですので、
ジンをね、回るのが好きな方は非常に楽しいんじゃないかなと思いますね。はい、結構ね、こんな感じのおしゃれなね、ベーカリーカフェもありますね。はい、これからちょっと美味しいパンとコーヒーをね、飲みたいと思います。サディカップカフェインアメリカの、マイワンレオカノンパンアロイアライナ、いやいや、おしゃれなね、カフェに入りまして、アイスコーヒーとそれからクロワッサンを、ね、注文いたしました。ですね、バイク屋さん、レンタルのバイク屋さんね、バイクはね、いっぱい止まってますけども、おそらくまあガソリンのことを考えるとね、多分観光客はあと怖くて借りれないかもね。うん、おう、OK、誰だ、おー、国分かあの、ホテルのスタッフの人が、高速鉄道のね、チケットをね、買ってきてくれました。よかった。あの、チップをね、あげるということで、お願いしました。チップをね、ほんと安いです。うん、気持ちで。心よくね、やってくれましたよ。要は、あの、街の中のですね、ラオス鉄道の切符売り場は、まあ2万切符、手数料が取られるプラスですね、アプリでないとね、決済できないんですよね。まあ、ですから、まあ、ホテルのスタッフに頼んだり、それから、まあ、例えば、並んでて後ろの人にね、お金払って、現金払って頼んだりするかどうかということになりますね。はい。あとは、まあ、駅で、切符で現金で払うことはできますけども、ここもね、駅まで結構ね、険しい道で、大変な道です。なんでこんなところに、駅作っちゃったんだろうっていうね、駅でね、こっからまた町から行くのもね、難儀だと思いますよ。ですから、まあ日程が決まってる人は駅でもう次の帰りの切符を買ってしまうとかね。でもそれでも結構待たないとダメかもしれませんので、結構厄介です。いやー、よかった。これで明日、ビエンチャに出発します。どうも。どうも。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうですよ。お疲れ様でした。うまいね。今日はあの、地元のね、最後の晩餐は、地元のいい感じの食堂で、夜ご飯を食べます。